The agility of a spider. 超どう生かすか。縁。順調に進んでおります。ここから幅が広がってまいります。最大180センチまで広がりますが、身長179センチの淵雄介はこれはそう苦しくはないと思われます。問題はどう体重を支えるか。ん、動きが止まった。幅が広くなっています。淵雄介、さあ足がちょっと下がってきたぞ。危ない危ない、このまま下がっては危ない。素足だけに汗をかいてくると滑ってしまいます。180センチ、幅が一番広がっているこの難しいところ。この先には90度直角の方向転換が、あ、表情苦しい、表情が苦しくなってまいりました淵雄介。さあこの90度の方向転換でさらに体力を浪費してしまうのか。足を思い切り広がっている。この90度の方向転換どうだ。苦しさ、取った。 Up next is Ko Yamanaka, age 20. He's a hockey player from KO University who's decided to wear his protective gear during his attempt. おっと、プロテクターをつけてきたのが裏目に出てきたか。この重い十分、おっとスタート直下、スタートわずか1メートルにも達しておりません。恥ずかしい山中浩。 The next challenger is climber Takehiko Yamazaki. He came in third place at the All Asia Free Climbing Competition. Will his skills translate to the spider walk?やや体をひねり気味に進んでまいります。山崎順調に進んで、ここから幅が広がる。お、体を変えてうまくバランス移動もうまくいっている。この腰のひねり方、さすがクライマーです。専門のシューズを履いて右へ90度の方向転換。ここで足を使う、かなり計算しております。滑らず滑らず進む理想的な展開だ。90度方向転換終了。そして上り坂、上り坂も順調に進んできた。かなり馬力があるぞ。ここでまた方向転換、ちょっと滑ったが、心はあのヒマラヤ山脈を登っている気持ちでしょうか。そのクロスバー、ここにここを越えな、下をくぐらなくてはいけない。くぐり抜けました。待ち構える S 字クランクです。待ち構えるのは S 字クランク。攻略法をちょっと頭で考えて体をまたひねりました。体をひねって進む進む進む。ここで一旦ちょっとインターバルを取ったが、かなり冷静です。さすがです。クライミング歴7年の山崎武彦、22歳。さあここでこの後半をクリア、あったー、ここで落ちました。大丈夫か。 Up next is 19-year-old college student Shinobu SakiyaHe's hoping a strong performance here will get him noticed. Demasta, kanari hayai tempo de sunde imasu. Marude kaeru ga kabe to kabe no aida o sumu you ni. Saa, koko kara kousu ga hiroku natte iku. Koko wa karada o yoko ni taoshite, fijou ni umai. Hōkō tenkan, migi ni chokkaku ni magarimasu ga, koko mo ashi o tsukatte iru. Marude tako no ashi no kyūban no you ni, kabe ni ashi ga pittari tsuite. Otta, abunai, abunai.ここからまた前進します、前進します。すごい速さ、上り坂に差し掛かってまいりました。上り坂からまた右に曲がります。ここもあまり苦にしていない様子、顔は表情は余裕があります。ここから今度は下り坂、お、 V サインも出しております。そしてクロスバーも難なく通過。ここから一旦また上がりますが、ここまでまずは40秒しか経過していません。そしてここから S 字クランク、ゴールがだんだん近くなってまいりました。この S 字クランク、ややここはスピードが落ちておりますが、それでも的確に両手両足は壁を捉えております。そして進んでくる。さあゴールはあとわずかになってまいりました。関谷忍、一体何秒か、1分以内にゴールが切れるか、うん、ちょっと難しいか。しかし堂々進んでまいりました関谷忍。発達した筋肉を使って赤いラインから降りて見事着地。Shinobu Sakiya blazed through the course and became the first competitor to clear the spider walk. The final competitor is Kiyoharu Yagi. He's an action star who plays the role of Hanzo Hattori, Ninja Boy. Can he give a star performance today?
の、おお早い早い、さすがは服部半蔵役、お両足だけ、両足だけ、あっとあまり術に溺れると危ないぞ、方向転換、しかしこの90度の方向転換も簡単にクリアいたしました、進む進む、この上り坂も一歩二歩三歩、まるでカエル飛び、カエルが進むように、そして2度目の方向転換もうまくいっています、さあタイムはどうだ、ここまで23秒24秒、クロスバーもクリアして、そしてそしてさあここから S 字クランク、 S 字クランクであります、果たして1分以内のゴールはあるのか、 S 字クランクに時間を取られていると時間的にはちょっと苦しいが、さあ服部半蔵、日光枝村の服部半蔵がこのスパイダーウォーク凄まじいタイムで進んできている、さあゴールが見えてきた、危ない、ちょっと滑っている、ちょっと滑っております、さあ S 字クランク後半、ここを抜ければあとはゴール、さあ今50秒、1分以内のゴールはあるのか、1分以内のゴールはあるのか、八木清春、いや、さすがにその足、手の力は素晴らしい、今ゴールいたしました、The new Spider Walk Challenge required extreme flexibility and intense focus. Many hopefuls found the course simply too brutal to endure. But incredibly, two worthy competitors managed to spider walk to the finish. TV ninja Kiyoharu Yagi and student Shinobu Sakia both demonstrated the skills of a champion and earned their rightful place on the Ponzuke. 悪魔のような新しい挑戦で、2人のチャンピオンが王座を獲得しました。すべての人に栄誉に満ちた日となりました。この素晴らしき幸運が第2イベントまで引き続くのでしょうか。 Next up, the event that's guaranteed to put a spring in each competitor's step. 筋肉番付へ再びようこそ。我々はたった今新しいイベントを終えたばかりですが、しかし回復している暇はありません。次の挑戦もかつて見たこともない戦いです。上に飛び跳ね、そして落ちていきます。 In trampoline, challengers must spring off a trampoline to land on narrow foam columns. The full challenge consists of three stages with increasing height and difficulty. To win, contestants will need acrobatic agility and balance. Will anyone survive all three levels? First up is Munehiro Kaneko.He holds the record in Japanese decathlon and is considered one of Japan's finest all-around athletes. 鍛え抜いた反射神経で、この182センチ82キロのパワーの塊を頂上で。ああ、残念。 Now for the next challenger, Daisuke Yamada, age 20. 集中した。He is the son of action movie star Sho Kasugi. Does Kane have ninja reflexes in the blood? さあどうだ？見事！さあポーズを作った。ポーズを作りすぎて一瞬失敗のように見えてしまいました。Stuntman Yasuaki Sakita is next. スタントマンのメンツがかかります。気合一発、集中力がかなり左右します。見事です。 Next up is Naomi Hashioka, age 27. She's a Japanese champion in the triple jump. このトランポリンジャンプはどうでしょう。脚力、バランス、反射神経は劣るもの、しかし競技自体に慣れておりません。ふんわりと、あー、勢いよく脚力を駆使するんですが、弾みがついて前に進んでしまいました。The next competitor is Toshiyuki Hashioka, age 32. Married to Naomi Hashioka, this pole vaulter once held the Japanese record in the pole vault. 勢いよく助走していくと、バダになってしまいます。ああ、減るのあったら残念！ Now it's time for Takayuki Yamazaki. The former captain of the Nippon Taiku Gymnastics team has amazing skills. Will they take him all the way to the list of champions?重要です。体操特有の佇まい、右足の先端をスッと前に伸ばしていきます。さあどうだ、見事です。 The final challenger is Seiji Takase. He's a stuntman who considers himself an experienced trampolinist. He'll need all his skills to survive this event. おそらく参加者の中で一番トランポリン慣れしておる。どうだ。After completing stage 1, K
Kane Kosugi, Yasuiki Sakita, Takayuki Yamazuki, and Seiji Takase now advance to Stage 2. 第2ステージを引き続いてクリアすることができるか。先ほどのあの1回のパフォーマンスでかなりのものを吸収したかどうか。ああ残念、冗談を蹴散らす形になってしまいました。敵に立ち向かっていくかのようなゆっくりとした歩調から、ああこれは残念。重力に抗うかのようなこの競技トランポリンジャンプ。さあいったどうだ、見事です。忍び寄った感じです。普段は危険な場面を安全に演じるという肉体の魔術師、その辺のまとめ方はどうでしょうか。さあ舞い上がった、ずれた。 With two stages completed, only one challenger, Takayuki Yamazaki, has moved on to face the third and final stage. のそそり立った上に果たして立つことができるでしょうか。するところが全てです。際のあたりに持っていけるか。あー残念、転落、危ない、かなりのプレッシャーでしょうか。 The new trampoline challenge is a test of control and agility, and not a single competitor could master all three stages. Four impressive athletes made it to stage 2, and only one had the skills to advance.But even gymnast Takayuki Yamazaki was no match for the precarious third stage. No one was able to stay balanced and add their name to the list of champions. 最後の一人までもが失格となってしまいました。3つのステージでのトランポリン、次第に難しくなっていくのです。我々は全てを制覇する選手に会うことができるのでしょうか。しかし、泣いてる時間などはありません。第3のイベントは次です。When Unbeatable Bonzuke returns, we turn this competition on its head. It's the toughest race ever to walk on two hands. Kinniku Banzuke, 再びようこそ。ここでは優秀な者には褒美があり、そして落語者には落ちていく以外他には何もありません。第3の挑戦は。ヤードと。舞台を踏んでいよいよ反動を覆す。この試練の鉄格子、足を開いて、おっとバランス持ち直しました。ここはクリアした直後に、1回転。 Next is Hiseo Nakagawa, age 23. After years of gymnastics training in her youth, she eventually became a college champion.ことも重要な要素です。正当的なこの倒立の姿勢、慎重に鉄格子クリア。ここでうねりの丘が待っている。1回転したがダメ、最初のコブをクリアできませんでした。 Up next is Masahiko Ubukata, age 18. This high school senior says he たとえ強靭な挑戦者であってもコースの前半で失格となってしまいます。たった一人の挑戦者が残っています。彼女は前チャンピオン。果たして何があろうとも再び彼女はその名を番付へ残せるのでしょうか。 Next up is Aizu Nai, age 28. This acrobatics instructor made waves when she became the only female competitor to conquer the first hand walk course. Can she repeat her success on this new set of obstacles?栄光のチャンピオンがアンドウォーク2に挑戦。この難コースを果たしてあるんでしょうか。3歳の時から体育学校で体操を始めて以来、逆立ちはお手の物。さあ注目のスタート。両足を大きく広げてバランスを取るのがニーアイズ、独特のバランスの取り方です。試練の鉄格子クリアしました。ここが問題、試練の丘ですが、うねりの丘ですが、最初のコブはクリア。そして2つ目、向きを横に変えている、向きを横に変えて、うまくバランス取ってクリアしました。クリアしました。初めてうねりの丘をクリア。そして右へ下り坂になっています。右への下り坂、誘惑の坂も降り切って、その先は渦巻く海峡、渦巻く海峡に差し掛かりました。
ここは大きな石がゴロゴロしています。そしてその石が踏めない、ニアイズ危ない、ニアイズ危ない。最強の水の中、先を見据えてしっかりと進んでいる、しっかりと進んでいます。何かアユかイワナが出てきそうなせせらぎでありますが、非常に久保選手にとって苦しいところ。ここをクリアすればブレイクゾーンだ。ニアイズ、さあどうだ、ニアイズ渦巻く海峡をクリアしてブレイクゾーンまでやってまいりました。やはりさすがはニアイズ、今まで誰もやったことのない。ニアイズにとって反動ウォークは人生そのものです。さあ後半がスタート、そして丸太の山が待ち構えます。この丸太の山、ハンドウォーク2は制覇されずに残ります。前チャンピオンでさえ丸太の山で失敗してしまいました。しばらく競技を終了いたします。そして挑戦者たちは新たに集まらなくてはいけません。本日のイベントを振り返ります。番付をチェックしてみましょう。 In the new trampoline challenge, no one had the balance needed to defeat all three stages. Only one challenger managed to reach the third stage before tumbling helplessly to the groundIn Hand Walk 2, not a single competitor could survive the redesigned course. Former Hand Walk 1 champion Aizu Nai was the only challenger to clear the break zone. She ultimately failed, proving it will take more to complete these obstacles. Finally, in the new Spider Walk Challenge, two incredible athletes succeeded where all others had failed. Both TV ninja Kiyoharu Yagi and student Shinobu Sekiya muscled through the course.They achieved victory and will add their names to the Banzuke, the list of champions. 2人の新しいチャンピオン、これは我々に良い運気を与えます。さらに多くの挑戦がやってきて、挑戦者たちにも機会があるでしょう。加藤圭でお送りしました。次回のこの時間までチャンピオンの伝道の門は封印。